what you got in that bag. Candy, cigarettes, and a Playboy mag. Many used to have to work for that. Work for that. Work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline, cause it's all tied up. Just bike over then.毎日のようにこう自分のね大会が終わった時のこう自分の結果をずっとやっぱ想像しちゃうんで、やっぱりなんかこの考えがやっぱこう結構疲れるんですよ。毎日考えるんで、早く解放されたいんで、そのみんなからこう期待されるところも早く解放されたいし、まあ、実際ステージ立ってみると分かんないからね、本当に。だからなんか 俺よりもやばいやつってぶっちゃけまだいるかもしれないし、本当に何人か。なんか俺が優勝候補って言われてるけど本当に分かんないね。でフィジークの難しいところってやっぱ普通のスポーツとやっぱちょっと違うっていうか、何をこう基準にしてるかっていうのも、もう正直にこうね分かりやすく具体化されてないから、もしジャッジがね、例えば俺の体をそもそも好まなかったらね、点数低くなるだろうし、だから本当にこう自分のベストの体で出たとしても大会の結果が出るまでは分かんないよね。自分の名前を言われるまでは絶対分かんないから、だから疲れるんだよ。もう朝から晩までずっとね、もう神経をずっと使いっぱなしだから。ぶっちゃけ俺がもし負けたとしたらどういうリアクション取るんだろう、みんな。仕方なかったってなるのか、エリーしょぼくなったってなるのか、ね、俺の時代が終わったとか、またいろいろ言われるんですよ、負けるとね。自分でも俺なんでこんなことやってんだろうって思うもんね。でもすっごい辛い思いしても、やっぱねステージ立った時のあの体を忘れられないんだよね。もう一回あの体見たいって思うし、もう一回ってかあれ以上の体を作りたいって思っちゃうんだよね、どんだけ辛いこと思いしてもね。いや、それがね、なんかすごいと思う、このフィジークっていうところ、ね、カテゴリーの素晴らしさだよね、そこが。あんな辛い思いしたら、また来年出たいと思うんだ。だいぶ急ピッチの割には仕上がってきてますけどね。ただまあ、ここからまだちょっと日にちがあるんで、ここから微調整してどうなるかは本当にやってみないとわからないところは多々あるので、今回体重を増やしたり減らしたりっていうのがやる時間がないので、そこら辺がちょっと難しいですけど、まあ、多分やれると思います。しっかり床を踏む。だからトレーニングの負荷はウェイトと自分の体と床ね、床をしっかり使う。だからしっかり踏んで大きく、大きく。まあ、肩はね、多分彼の得意なところで2つ長所なんですけど、他の方のトレーニングと違って私の場合とにかくね、肩に関してはあまり座りたくないんですよね。なんか心臓の位置を下げないのもテーマにやってます。非常にきついと思います。4、5、大丈夫、OK。
発信。スターリングラインクラインベンチといって、今のインクラインベンチも斜めになってるんですね。それのこう座るところがないもん。で、旧式のタイプだから、これね、非常にインクラインとして使うよりも座って使うことによってね、非常に肩とか腕のトレーニングがすごい効率が上がる、すごい優れものなんです。心臓の位置を下げずに体を固定する。だから低い椅子って心臓の位置が下がっちゃうんで、トレーニングの強度が下がっちゃうんでね、それをしないためにも、あと下半身の筋肉をしっかり使いながら肩をこぎつれんでも、このベンチすごくいいですね。これマジで辛いな。すごいね、軽く見えるんだけど、すごいきついんで。ね、だいぶ、この数字とだいぶ落ちるんですよ。うん、いいかもしれない。これでここだけ浮いてたら落ちる。あ、背中なんじゃない？そう、だから去年のほら、写真見ると、ボリュームないと、すごいいいじゃない。あそこまで行きたい。去年の仕上がりで今年のアウトラインだったら、多分、いいと思う。Please use caution. Beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the Big shoes, check out the crease. Feel like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's mind till he step out the crease. When I hold the screen, got down. もともとは加藤君はその体の使い方が悪くて肩が大きかったのね。それがだから他の筋肉のところを肩が受けちゃってて、それはあまりいい肩の発達じゃない。で、そこを指摘して、その胸とか背中を直していくと、今度その肩関節が下がって床を使える、その中殿筋と肩が釣り合う、大殿筋と肩が釣り合うというようなことができるようになってきた。だから今はこう非常に今はテクニックで効かせてる。で、初期の頃は他が効かないから肩が仕方なくやってたみたいな、その違いが。だから一見肩のトレーニングって言っても大きな差がある。マジできついきついね。これこれこんな汗かくんだよ。じゃあ次は肩の種目2種目連続でいきます。ハイレップで割とフロントとラタラルを組み合わせていきます。あともう16日だから来週見守るにはもうある程度したりできたいな。そうだな、今週で調子ないから。よし、こうラスト。もう楽な種目なんてない。今度は肩の後ろですね。これイタリアのマシンなんだけど、アメリカのマシンから見てちょっとちっちゃいんで、このレンジだと肩がそこにしちゃうんで、少しカスタムして肩の長さを合わせるようにしてます。右のお尻で槍の肩、左のお尻で右の肩というね、体を対角線に使う。ただドカッて乗っかってるんじゃなくて、対角線にもうエネルギー全開でね、行くように指示したいと思います。ちょっと予想よりこう結構レバレッジがきつくなってるので、これ技術が上がったって意味ね。重量が最初の予定よりいかないかもしれない。それはいいことだね。だからこう詰まってくと手が短いから、重たい重量が上がるんだけど、筋肉がちゃんと動いて、体対角線に長く使えると手が長くなると重量が仕事量が上がるんだけど落ちちゃうんですよ。で、今日はその傾向ちょっと強いん で肩のトレーニングちょっとね、見るの久しぶりなんだけど、技術的にかなり上がってるんで、リアはいいかもしれないね。重量落ちても逆に。だからリア買ってきてよくなったんですよ。いや、多分思ってる以上に順調にうまく絞れてるから、パワーマックスより今回やらなくてよさそうだけど、絞り甘かったと絶対パワーマックスされてた。肩はね、ほんとね、分かるとね、短期間で
効果が出る場所なんで、やっぱりそのさっきから言ったようにその床とお尻を使って肩をもう無理やり動かしちゃうよね。動かなきゃしょうがないような状況っていうのが分かってくると、肩のアップするのはそんなに難しくないですよ。ただ単にルーティンを真似するじゃなくて、体の使い方をね覚えてほしいですね。体重が落ちても全然その肩の筋肉が落ちない、むしろ上がってくるじゃないとダメだよね。あの体重が落ちるとその肩がすぐ小さくなっちゃう、あるいはすぐ足が弱くなっちゃう人っていうのはもう根本的に減量が失敗、あるいは奥のトレーニングちゃんとやれてない人。やっぱりあの床をちゃんと捉えていけば体重の関与が少ないので、あの体が仕上がってくるほどボリューミーな感じになってくる、相対的な体力がどんどん上がってくる、あのそこすごい重要ですね。肩トレをさっき終えて、でポージング練習の方をして、で、まあ、今日の一日は終わりになりました。で、まあ、今日肩トレはね、まあ、渡辺さんに見てもらうのは実は結構久しぶりで、まあ、渡辺さんにね今日見てもらって、まあ、自分でもねそのやってて成長してるっていうふうに言ってくれたんで、まあ、ちょっと良かったかなと思いますね。やっぱり加藤君はもうね、やっぱり肩ですごい有名なところあるけど、やっぱりその肩がその初期の頃はトレーニングが悪いから発達して、今は他のトレーニングが上手くなってきたから、あの逆に使用重力落ちる種目もあってっていうところをね、あの見てる人がみんながこう分かるといいね。ただ単にその種目を真似してとかってなると本当にサルマネに終わっちゃう。サルマネは効果が出ないだけじゃなくて怪我の原因になるから、そこら辺もね本当に理解しながら見ていただければなと思います。本当にでもすごくうまくなってたのは良かったと思う、うん、でそれが他のところにねどんどん生きていけば、これからますますね伸びていくと思うので、今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。多分ねだいぶそのやっぱ追い込めるようになったって感じかな。やっぱバテづらくなった体が。楽しいっすよトレーニングは。鏡で自分の体ばっかり見ちゃうけどね、今見とくしかないんだよね。大会終わったらって体のコンディションちょっと落ちるわけじゃないですか、うん、だから年にさ数回しかないこの体を今のうちにね目に焼き付けとかないと。だからオフィスの方に行ってちょっと打ち合わせをします。また新しい商品出すためのねサンプルチェックと、まああと9月1日の大会の打ち合わせもあるっぽいんで、お疲れ様でーす。ああ、疲れた。よし、やりますか。結構、前に、届いてるサンプラも確認してて、ポンチのパンツのやつがこれ。うんうんうん、これのカムフラージュからセットアップに、だってやつですね、うんうん、サンプラのこれのやつ。で、こいつ特に履いて問題もなし。まだ履いてない。履いてない。So much I can count. Oh, and I don't need no college, 'cause I'm getting stupid amounts. Hey, hopping a whip and I'm out. I need so much I can count. Oh, and I don't need no college, 'cause I'm getting stupid amounts. Hey. はい。まあ肩のトレーニングが終わって、で今オフィスに来て、
サプリメントのシーンと、あとはそのアパレルのヘッドサンプルチェック、あとは YouTube のちょっとした打ち合わせ、今終わったんですけど、まあ順調にいい感じに、全てが体もそうだし、まあ自分に今やろうとしてる授業とかもスムーズに順調に、ね、いってる感じなので、まあこのままねずっといい感じに進んでいけたらなと思います。はい、今日はこんな感じで動画の方終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。